個性心理学認定講師柴田健二です。はい。じゃあ、無料ひもとき第14弾ですね。今回は、だいぶね、だいぶお待たせしましたなのかね、いや、待ってました、みたいなね、感じの声が聞こえてきそうな感じもしますが、愛知県生まれ。すいませんね。パソコンの画面見ながら、収録しながらパソコンのメールを見てるんですが、ファイティング高木さん、なんでファイティングなんだみたいなね。感じが、そもそもですけどね。すいません、ファイティング高木さん。まあこれもね、講師仲間なのでね。はい。でもだからこそまだ待ってたっていうところもあるでしょうけども。はい。私の紐解きお願いします。本当の自分、柴健先生に見てもらいたいです。よろしくお願いします。本当の自分わかるかって話ですけどね。まあ、リアルに知ってるとね、まだその人をね、想像しながらお話をしていたりとかするんですが、まあ、改めてもね、まあ、どんな自分があるのかとか。はい。ちょっと見てみましょうね。はい。キャラクターはこんな感じですね。はい。うん。一番、ね、本質は長距離ランナーのチーターさん。表面はお猿さん。ね、石はトラさん。レールはマイペース。はい。まあ、なんだろうな、チーターさん。前にもね、お話ししたことがあるかもしれませんけどね。本質がチーターさんの人は、一生涯、まあ、ずっとある意味チャレンジャー、チャレンジ精神旺盛なままでいくというような感じですかね。晩年ほどさらに、ただ今でもあるんですが、晩年さらにね、どんどんこれからもそうでしょうね。年を重ねていけばいくほどもね、風流人、いろんなことにチャレンジする、いろんなことをやっていたい自分というかね。まあ、それの気質ってすごく強く出てくるんではないかなというふうに思われる。それがチーターさんの一つの特徴です。でも、そんな中で、リズムにね、リズムが大樹というふうなものがあるので、一つ、そう。またね、まあ、この絆創膏は別にいいんだけどね。でも、ざっくりというかね、えぐった、そいだ。もうね、指、爪と一緒にそぎましたからね。もう切れすぎる包丁でそぎました。OK かね。また。怪我ね。怪我するってことは、何がちょっとおかしいぞってことだったりするんですよ。実はね。何がどっか緩んでないかとかね。なんか怪我しましたとか、Facebook とかでバーチで出ましたとかで、なんか頻繁に出てくる人、絶対うまくいってないはずですよ。だからなんかおかしいからですよ。そこに気づけよ。で、それでまたして、わー、こんなことでまたここに不平不満漏らすんですね。はい。多分そういう人って基本うまくいかないですからね。はい。だからおかしいなっていうようなね、気づかせる。怪我とかもみんなそうですよ。無意味なことないですから。はい。そこに気づけよ。何かおかしいことしてないか。だから私もちょっと最近おかしいな、らしくないなっていうね、ことがたくさんある中で。ね、切れすぎだろ。切れすぎる包丁で自分を切る。なんだろうね、これね。何のメッセージあるんだろうと。そこのメッセージを見つけることの方がね、人生面白かったりするんですよね。だからフォーカスする場所を変えればいい。ね。その話がずれてしまいました。ね。そこで、ね、体重という要素を持ってるんで、いろんなことにチャレンジをする。いろんなことで取り組む。なのに、一本はね、一つ。ね。一本筋の通ったではないけども、一本これをやりますよ、やり続けますよっていうふうなものがある中で、枝葉ではないけどね、様々なことをまた学び、チャレンジするようなタイプなんじゃないかなというような気はします。はい。なので、チーターさんはね、移り気というか、わけじゃないけども、どんどんね、いろんなものに興味を持って、全然それで OK。な、叱るべき。ね。自分の中の一部なんじゃないかなというような感じはしますけどね。はい。で、そこで、ちょっと先にね、こういうような話、これは三面学的な見方になりますけどね。幼い時ほどここが強かった。で、今はこことここがね、どんどん強くなってくるようなイメージなんじゃないかなというふうに思います。まあ、特にね、接する、まあ、ご自身もね、ご存知の通り、ね、髪短い、ショートカードでいらっしゃるというのは、ここがね、やっぱり強く強いのかなというような気がしますけどね。はい。どうだろうね。若い時見てませんけどね。若い時とここであるとね、おそらく髪長かったんじゃないかなと思いますよね。本当はね、髪短くしていたいとか。でもね、すごく大人っぽい。精神的にね、すごく大人っぽい自分っていうのもあるので、もしかすると、若かりし頃の方がすごくしっかりしていた。要は周りと比べての話ですよ。で、落ち着いていた。どっしりとしていた。ね。いうようなところがあって。まあ、そんな時に髪長くしていたかもしれませんけどね。でも今ね、このお猿さん。ここはね、もうお猿さん入る人髪短い方がいいですよ。この辺に髪が当たるとね、嫌なはずです。
この体としてもね、この体、肉体を借りてるものなのでね、自分のこの借りてる、まあ、借りてるというか、魂が自分の体に入った時に、この体の質というか、でもそれもこれも個性とかね、まあ、魂がこの肉ってどうもわかんないですよ。でもね、おさむさんのキャラクター入る人は、まあまあね、ここには髪が当たるとね、イライラする。気になる。だこういうのイライラする気になるようなね、らしくない、もやもやする感覚って、絶対自分の体と魂と何がどこで合ってないから、な感覚というね、思えば多分分かりやすいんじゃないかなと思います。だからね、お猿さん、これでね、お猿さん髪も長くてとか、だからわざとその長くしてる人もいるんですよ。なぜか、子供っぽくてとかね、大人っぽくてとか。あ、大人っぽい、間違った、子供っぽいとかね、大人っぽい。それを髪を流すことで女性の方はね、女性らしさをキープしようとする。でも、ただ髪が当たらないようにしている人はまだいいですよ。もう髪が完全に当たっちゃってるのに、もうこのイライラに気づいてませんよという人には絶対うまくいってないですね。はい。まあ絶対って本当は私はあまり言いたくないんだけど、多くの人はあまりうまくいってないでしょうね。はい。体と心とね、いつもこう対話ではないけども、何かそういうところもしていないとね、の体の方で感じる違和感というのも、自分の中の個性を見つける一つのポイントになったりね、してきたりするんですが。はい。そこでもう一回行きましょうね。はい。なら、でも幼い頃ほどね、トラさん、すみません、まだ、どうしてもね、朝方まだまだ寒かったりするので、ちょっとね、鼻声だったりしてしまいますけども。ただね、石の方のトラさんが今までは強かった。でも、どん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 ね、年を重ねて重ねてくることによってね、お猿さんのような、ちょっとね、若々しさというか、いうのも出てきたでしょう。で、さっき言った最後に向かっていく、ここね、本質が。チータさんなんでね、やっぱ一生がいろんなことをチャレンジするだろう。はい。で、本質チータさん3、太陽のマークがついています。まあ、基本はね、やっぱ自分の、なんだろう、嬉しいものって特別感。箔がつく。褒められること。褒める。おだてる。任せられる。とかね、いうようなことが、この太陽のマークの方々好きだったり。ある意味ね、肩書きというか、ポジションというかね、まあ、そういったものというのは、この太陽のマークの人たちは好むものだったりするでしょうね。だから、何か多趣味でね、いろんなことをやったとしても、そこの場所でのポジションというものが、ご自身に与えられたら、また、それが楽しむ。こう、取り組んでいく何かのね、一つの、やる気、モチベーションにもなるんじゃないかなというふうに思います。で、石の虎さんはね、やっぱりそうです。物事の判断をするとき、考え方。最近私はこの石のキャラクターを船の舵取りね、どんな舵を取りますか？なので、この虎さんが入った瞬間、このチーターさんはもう小さいこと気にしないのに、虎の方で今度ね、石で考え始めると全体像が見えないとダメ。バランスが整ってないとダメ。みたいなことでね、急にブレーキを踏むような。だからこっちはアクセルだとすれば、ここは確実にブレーキ役になりますね。だから、ブレーキとアクセルを持っていると考えれば、とてもいいことなわけですね。いいことなわけ。アクセル全開でアクセルばっかりだとね、もう止まれないよって、バーンぶつかって終わりみたいな。大怪我しますみたいな。もうそこにね、ブレーキ役がある。でも、このブレーキ役に自分で気づいてないと、なんだろうな、トラさんのキャラクターを持ってる方々の、その全体像も見えないと嫌、バランスが整ってないと嫌とかね、あ、やることによるメリットだけではなくて、デメリットまでもしっかり把握しておきたい。メリットがこれぐらい、デメリットがこれぐらい、デメリットの方が多ければやる必要ないよね、というようなね、ことの、そのようなバランスも見えてくる。まあ、どっちを取るかはその人次第ですよ。デメリットがあるけども、やろうと。ね。まあ、チーターさんが入れば、やる方に行きそうな気はしますけどね。でも、それでも、まあ、バランスを見たい。バランスが整ってないと嫌。だから全体像が見えてこないと一歩踏み出しにくい。でも、チーターは本当はそういうところを気にしないで行きたいけども、考えれば考えるほど全体像、バランスを見てしまう。なので、ね、高木さんの場合は、あまり考えすぎると動けなくなるでしょうね。感覚的に、ね、考えすぎて直感的に動くという方がうまくいってるんじゃないかなという気がします。で、トラさんが強い時は自分が優柔不断みたいなね、感じで。で、今日ね、レールもマイペースなのでね、もう体重も今日、これいい意味なんですよ。いい意味で頑固。あまり人の話は聞かない。先生に向かって言うの前だけどね。あまり先生に、もう要は簡単ですよ。もう体重マイペースの人は、尊敬に値する人なんてピンポイントですからね。幅広くないんですよ。もうピンポイント、この人。
この人、この人。あと、全然ダメ。無理。みたいな感じになるかもしれません。まあ、それは体重、まあ、ちょっと話飛んでしまいましたが、体重という要素を持っている人たちの尊敬に値する人たちは、有言実行でやってる人。とかね。結果出してる人。やるって言ってやったというね。ちゃんと結果を出してる人。それたちが言う、なんだろうな、尊敬に値するような。まあ、一つのことをね、ある意味突き詰めてずっとやってるような。とかね。やっぱ自分に気に入った気質、でもそれをやっぱ実現しているとかね。いうような人たちの、が尊敬に値してくるんじゃないかなという気はしますけどね。はい。で、話が飛んでしまいましたが。でも今の年代、で表面、お仕事をしている時の自分、他人と接している時の自分というのが、ある意味、個性心理学的に言うと、演じている自分と言います。別に演じるつもりはないですよ。人と接している時には出てる。その時のキャラクターが。ね、お猿さんです。何言いたいかとね、ちいた高校生、トロサー社長、ここが一番幼いんですよ。幼い自分出す必要があります。あります。あんまないんですよね。逆のパターンは多いですよ。ここがすごいち、こ、あのー、大人し、あ、なんだな、子供が子供っぽい。でも、ここがすごく大人っぽくなると演じる。もうこう見せていいよとね。できる自分を演じる。逆にそういうような人たちの方がパターン的には苦しいですよね。大きく見せよう。人の前に出た人が大きく見せなきゃ。大きくできる自分を演じるというね、形になる。表面のキャラクターがあまり、ね、精神年齢とかにあまり絡まないというか、なんだろうな、だからね、ここのキャラクターが、幼いキャラクターの方が、場合によって生きやすいのかなって感じは、まあ、しなくもない。まあ、私はここ羊でペン化させても隣り合ってるんで感じなので、あんまり見せようとかでないんですよね。そのまま素にほぼ近いような感じでやってますけど。で、話戻します。はい。で、お猿さんとしては、だから今のでね、細かく教えてほしい。細かくね、ただ手先もすごく器用だしね、もう細かさを求める、ね、細かさを求める。ただ細かさを求めるんだけど、自分とでもあまり細かいこと気にしないよとかね、知りたいとか教えてほしいときは細かさを求めるでしょうね。でも、寅さんがあるので、おい、言い方は気をつけろ、みたいな。なんだその言い方、みたいな。内心は、ね、なんだその言い方、気になる自分もあるけど気にならない自分とかね。ただその気になる気にならないが、時と場合と、誰か人とかね、いうところですごくこう、変わるんじゃないかな。尊敬してる人に言われたら別にそれは気にならない。でも、尊敬に全く、まあ、値しないという言葉もおかしいんだけども、でも、そんな人に言われたのであれば、何その言い方みたいなね。とても言い方が気になる。だから、チーターは本当は小さいこと気にしてないのに、時々ここがね、反応する。何？え？みたいな言い方。っていうこともあるでしょう。なのでね、まあ、いろんな、だから大人っぽさと子供っぽさというか、若々しさをね、こう出し入れ、みたいなね、いうことを普段からされる。でも多分それはね、さっき言った通り、誰と接しているか、どんな人といるか、その時と場合によってというような感じになるんだと思います。はい。で、やっぱりね、物事を考え、まあ今日はさっき言った通りね、3なので、ね、特別感、箔がつく、ポジション、ね、肩が一歩ちょっとね、そういったものを与えられるとすごく嬉しい。でも、やっぱちゃんとね、アースというものが入っているので、目に見えるもの、しっかり形にする。結果を出す。その意味、お金ね、ここの部分、ちゃんとやったら、それで対価としてお金をいただくというね、ことも。あれ、もしかして、これで音拾ってます？ちょっとね、今、朝の9時です。9時。9時撮影しています。はい。今、この時間から朝ごはんを作り始めるとね、まあ、うちの妻も大衆、マイペース。時間はね、あんまり。まあ、ね、もうこんな感じで。今から朝ごはんです、みたいな感じなんですけど。ほんとね。だから、マイペース、マイペース。ね、体重、マイペース、今日マイペース。なので、最近ね、講座でお話ししますよ。やっぱりね、リズムが体重の人は、大体組織にはやっぱ向かない、向きづらいんでしょうね。なぜか、全部自分で決めたいタイプですから。で、休みも自分で決めたい。お仕事する日も自分で決めたい。自分で決める。それがマイペース。だから、月曜から金曜までお仕事ですよ。それ私のペースじゃないですよね、っていう話ですね。はい。なので、ここが、レールがマイペースの人よりは、こっちが体重、リズムが体重の人ほど、おそらく組織には属しにくいでしょうね。はい。私は先お話しします。リズムとレールは全く別物ですよという話をします。
意味としては同じですよ。マイペースも体重と同じ意味。ただ、レールに入る。レールというところに属すると、レールという項目で説明するならマイペースって言ってますが、気質としては同じです。ただ、どんなタイミングでどっちが強くなるのかというようなことをね、私は皆さんにお話をしています。普段からこうです。普段はこうですよ。リズム、体重。普段はやっぱりマイペース。ね。だからやっぱり一生続ける何かが欲しい。というようなね、形になりながら。でも、バチンで一生懸命なスイッチ入りましたという時も同じなので、あまり自分に違和感はないわけですね。一生懸命なスイッチが入っても基本マイペース。だからやっぱりどちらを取ったとしても、やっぱりなんだろうな、あまりやっぱ組織には属したくない。自分のマイペースを崩されるのであれば、というか逆に自分のマイペースを維持できる、気づけるってなれば、自分でね、個で活動するか、ご自身で組織を作って、その組織の中でもうね、あまり縛られないような立場になるのかという感じがいいだろうな。でね、お猿さんのキャラクター、ハイヒト、表面のキャラクターってどうなのかな。ちょっと待ってね、表面のキャラクター、ちょっと違う資料を出してみましょう。中年期に至り人生安定してくる。家族運も良好。自意識強く。形にとらわれる傾向ありとかね。まあ、アースですからね。形にとらわれるというか。でもね、お猿さんのキャラクター入る人は商売上手というかね、お仕事、商売をゲーム感覚でやってしまうというふうなところもあるのでね。だから、ちょっと私のこれ経験談の話になる。でも実はね、最近やってないしね、本当はそのやり方した方がいいんだろうなというふうに思うんですよね。やっぱり私もね、お金が非常に少なかった頃、いかに早くお金をね、手にして回していくか。本当はね、今でもそうやった方がいいし、やった方がいいと思うし、これがやっぱりやっていかなきゃダメだろうなと思うのは、事前にいただくということです。まあ、それで、ね、軽くやっていけばいいんですね、軽い気持ちで。というふうに私は思います。お、すいません。これはカホさんではないですか？この時間の。電話。電話。消えちゃったじゃん。今日は遊べる？もしもし。何？私の娘ね。ちょまち。遊べる今日。今日からもうバレーは。ないよ。じゃあいいんじゃない？別に。いいよ。はい。ということで。はい。ね。あ、もう、はい。はい。まあ、うちの娘ね。あれ、レールというか草花の要素が入るのでね。お誘いはあまり断らない。断れない。ね。じゃあね。というね、特徴があって。あ、もうこの時間でね、電話かかってくれば。はい。うちのね、娘へのお誘いの電話なんですけどね。はい。また戻りましょう。はい。お仕事もプライベートも基本マイペースでできる方がいいですよね。で、ご自身でも有言実行で、やるって言ったことをやってる自分ってすごく嬉しい。ね、でもやれてない自分にもやもやするとかね。はい。で、一生続ける何かが定まってないともやもやする。定まってるととてもいい。ね、いい感じ。で、一番のチートさん。体重という列にいます。でもね、細木数子さんの六星占術とか、あちらの、ね、別の統計学を見るならば、土に関する予想を持っているのもこのことです。まあ、結果的に山岳という要素を持っているので、この山岳という要素を持っている人は、親分肌で姉御肌、任せておけよというタイプ。土に関する要素が入る人は、私もそうなんですけども、一応、個性心理学的な見方ですよ。個性心理学的な見方で見ると、土の要素を持っている。土の要素が入る人は、自分でやった方が早いと思うタイプ。でも、山岳が一人で自分でやってしまったらどうなるか、子分はいらない。親分一人の一人社長でいいわけですね。一馬力で全部やる。物事進みます？進まないんですよ。なので、前もブログにも書いたと思います。だから、ね、体重と山岳という要素を合わせ持つ人たちが出てくるんですね。個性心理学的に見ていくと。まあ、その代表例がもう一つのキャラクター見ればそうです。この1番のチーターと45番のサービス精神旺盛なコアラ。このキャラクターはもうこの表で見るだけでも体重と山岳を合わせ持つというようなことになります。
結果、親分肌、姉御肌の三学がマイペースで物事に取り組みたい。マイペースでできますか？という話になりますね。はい。でもさっき言ったように、三学は親分なので、いかに子分に与えるか、子分に分け、与えていくかがテーマになります。そうやって自分のペースを作るしかないわけですね。なので、自分でやりたい。だから頼み上手じゃないかもしれないですね。細かく教えてよ。細かく教えてくれたら私やりますから、みたいな感じだったりしたかもしれませんね、今まで。もともと社長さん気質もここにあるのでね、任せておけと。でもちょっと今初めてやるからわからないから細かく教えてくれと。わかったよってね、で自分でやってしまう。結果自分でいっぱいいっぱいになってしまう。というようなことが今まで多々あったのではないかなと。ただ、もやもやする、三角ね、土に関する要素を持っている人たちが何でモヤモヤするのかというと、断ることがモヤモヤするんですね。やってあげたいから、施してあげたいから。それが三角第一、土に関する要素を持っている人たち。ただし、三角の人は与えなきゃダメなんですね。だから、私もそうなんです。お願いすればいいんです。手放していけばいいんです。ただ、慣れてないんですね。今までやってきてないから。頼み上手じゃないんですよ。頼み上手になればなるほど、どん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 自分のペースを作れる。自分の時間を作れる。やりたいことはもっとやれる。勉強もできる。ね。人脈も作れる。で、そうです。頼んで頼んで頼んで、周りの人を引き上げるっていうのが実は三学の人の特徴、親分の特徴。なのに私もそう。私もまだそこ苦手なんです。自分もそこをやっていくとガラッと変わるんだろうなというようなこと。でも今でもそう、自分で勉強して自分でやろうと思ってしまいますから。はい、でもやっぱり結果それって一馬力で頑張ってることになるのでね。はい。今、どん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 いろんなところでいろんなご協力してくださる方が出てきてくれます。私が頼んでなくてもいい、やりますよ、みたいなことを言ってくださる人がすごく今増えてきてくれています。すごく嬉しい。ありがたい。ある意味そこに集中していけばいい。そう、やっぱりね、人間は一人では生きていけないので、そういった中ではね、やっぱり協力を得る。ね。今気づいた。今はあまりこの話しないですね。これね、ヒューマンリレーションという。で、ヒューマンリレーション。で、チーターさんは、小鹿ペガサス羊さんには強く言えるというかね、小鹿さん、ペガサス羊さんはよくチーターのお話聞きますよという。ぐるっと戻ってきたチーターさんは、コアラさんに言われたら弱い、猿に言われても弱い、トラに言われても弱いんですね。トラとチーター、トラのが勝つ。トラじゃない、チーターと猿。だから、ずっとね、こことここ強く生きてきたんじゃないかなって気がしますね、自分の中のバランスが。でも特に今ね、表面のここはさらに強いから、髪型にもね、ショートカットということで、細かく聞きたくなるというね、自分もここ強いんじゃないかなという気がします。だから、チーター感というのはもちろんある、ベースにはあるんだけども、より価値観としてもこっちが強かったんじゃないかな。ビジネスというかね、ちゃんと目に見えるものとしていただく形にする。商売というようなね、ところで、すごく強かったんじゃないかなという。でもその奥にある本当の自分というのは、実はそれを持っている、その肩書きを持っている自分ってかっこよくない、ね、ポジションある自分ってかっこよくないというふうに思ってたりしたのかもしれないなというふうに思うんですね。実はね、高木さんとかね、もう先生はシンプルというか、就職時間ちょっとわからないのでね、ここの部分はそうですけど。私が最近お話ししている 無意識。いざとなった時。一番のチーターは無意識で、いざとなってもピンチになってもそのままなので裏がないんですね。このキャラクターですよ。このキャラクターだけ見ると裏はない。基本は何かあれば何とかなるんですよ。ポジティブで。大丈夫。何とかなる。何とかなる。だから考えすぎると何とかならない方向でね、自分で全部ブレーキ踏んでしまうので、私は考える方、なぜか。こっちが羊さんで、常にいろんなことが気になる。でも、ここで考えると、チーターがいるので、最初に考えて考えて考えても、なんとかなるという方向性に私は持っていく、いけるタイプ。どちらかというと。でも、考えれば考えるほどできないことというかね、全体像バランスが見えてこないと、動けない自分を作ってしまうので、あまり考えすぎない方がいいタイプなんじゃないかなというような気がしますね。で、わからなければ聞く。細かく教えて。分かった。で、チャレンジする。それ自分のペースでやる。で、頼まれることも来る。頼まれることが来たら、いいですよ、で手を挙げます。でも、親分なので全部自分でやらない。旗振り役です。やりますよ、で任せてください。じゃあ、すいません、これお願いします、みたいに、お願い上手になっていくというのがね、
その大きな特徴というか、自分らしく生きられる一つの、方法なんじゃないかなというか気がしますけどね。ちょっとすいません。画面見ながらずっとやるので、ちょっとこれをこういうふうに見ながら、まあ、今年は投資というタイミングなので、よりね、人脈にね、意識していただいていけばいいですね。これからどん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 運気が上がっていきますからね。運気というか、バイオリズム、ね。大きく捉えた中で、今年は投資、来年は成果、2020年は転換、21年は完結。今年投資なので、どん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 今まで以上に人脈を意識してね、見てみる、進んでいけばいいのかなというのが一つと。レートもマイペースでね、体重の要素が強いので、うん。ね、まあ、講師の方であればね、ご自身もご存知の方。この体重のこの列が大切な中で、お猿さんとね、表面のお猿さんと虎さんはここにいないので、あれ、この話、そうか、そう見てみるか。井村清志流。これね、まだ、私もね、まあ、井村清志流の見方っていうのはもちろんあるんだけどね。私は様々なこの表の可能性を見ています。ご自身にですよ。まあ、そう考えてしまうとそうなのかとか、お猿さんがっていうような話ではないんですが、私はそういう見方ではないんですね。まあ、お猿さんが小学校だから、お猿さんがすごく精神年齢低いからというふうに私は実は見ていないんですね。でも、私のちょっとある別な理論に乗っけると、太陽と海洋って持ってるのかなって気がするんですね。趣味や仕事、仕事が趣味。面白くなきゃダメ。だから、どこか。だから、お猿さんとしては面白いか面白くないかという判断をするような傾向であるのかもしれません。でも、ご自身の中でやっぱり、アースというね、アースという地球の膜があるから、ノールマップというか、数字的な目標って、本当は大丈夫なのかなと思うんですが、なんだろう。もしかすると私の新しい別なね、理論というか考え方で言うと、太陽っていう、まあ、極端に言うと、太陽これですよ。これ3番。この3番あるんじゃないかなとかね、9番もあるんじゃないかなというような見方。え?みたいなね。講師の人が見たら、え?何その見方?みたいな感じで思うかもしれませんが。この表がすごいんですよ。やっぱり。この表にしてあるからすごい。で、見たときにね、太陽、面白いか面白くないか、趣味が仕事、仕事が趣味で動くような。でも、まあ、チーターが海洋っぽいところもありますよ。チャレンジ、精神を押すですからね。でも、この海洋っていう要素を持っている人は、ただただルールを壊すようなよ。私もずっとね、ブログとか、ね、動画でも喋ったかもしれませんが、若干こうやって角度変えるとね、何これ?え、この紙、白い紙。白髪が目立ってきたの?目立ってますけどね。この辺までよね、この辺。こう。ここ?まあいいや。海洋を持ってる人の特徴は、いい意味で疑ってみている。それが絶対だとは思っていない。自分を疑う、今のやり方も疑う。疑うからこそより良いものを作っていく。というような気質が多分寛容なんじゃないかなというような気はするんですね。こっちは古風な天津さん。まあ、こっちは斬新、最先端、革命とかね。というようなキーワードってここから出てくるんじゃないかな。今は分かりました。横で見たんですよ、これ。だってね、細木和子さんのそういう横で見るルールがあるのである。この横の中にチーターはいるけども、だから、ただね、この、ここの大事が出てくるかというのがちょっと、わからないんですね。もちろん、ご自身のキャラクターとしてはね、ここがいる。なので、山岳というのはもちろん持っている。井村清志流的には持っている。第一。堅実、確実、コツコツ。まあ、寅さんっぽいね。寅さん山岳なんだけどな、全体像見える、見えないって考えると、堅実、確実、コツコツやっていくと考えれば、ただご自身で、ね、今度、私にこれ見たらメッセージください。第一っぽさって持ってますかって。堅実、確実、コツコツやりたい自分。じゃあ、チーターのスピード感についていかない。ね。まあ、とやっぱトラっぽいようなところもあるんだろうな。
なぜこれをね、ちょっとこのキャラクターと、なぜ今ここで迷うかというと、このキャラクターは陰と陽と陽なんですね。陽、陰、木のグループの陽、陰、陽、陰って並んで。レールもマイペースなので、ここ、ただご自身のこの個性心理学的な部分だけで見れば、陰の気質って出てこないんですよ。じゃあ、陰側に、で、ここは第一で陰ですよ。陽の部分しか持っていない。ね、この陰的な第一が出てくるかっていう、ここはね、もうこれから、なんだろう、検証していくしかないんですけどね。で、第一の堅実か、第一っていうかね、寅さんの全体像バランスとか見る。そう、そうか、そういうところもありますね。海洋の要素を持っていれば前例のない、誰もやったことのない、前代未聞とかというような言葉が好き。でも第一のグループはその逆がですね、前代未聞って、意味わかりません。前例のないも怖いですとかね。前人未到、無理ですみたいな。どっちの方針にありますか？でも海洋っぽさの方があるんじゃないかなって気がしますよ。で、そういうようなことで、チーターもあるので、いろんなことで果敢にチャレンジして、でね、第一、ここ、ね、この2つの槍でずっと長い期間ずっとやっていく、取り組んでいく、ね、いうようなタイプなのかなと思います。まあ、紐解いてくださいねって、実はね、すごく難しいんですよ。だって何を聞きたいのかが実は分かんないままね。はい。いうふうな。その中でただ紐解くって実はものすごく難しいんですよね。ただ、もう一回ね、まあ、講師だからというふうなわけではないんですけど、私ね、私の見方としては、幼い、親と生まれた瞬間からね、幼い頃こっちが強くて、でもね、もう学校に入ってとかね、社会人成り立ての中旬ぐらいとかね、なところでここで強くて、で、今、どんどんこっちが強くなっているようなイメージ。で、最終的にはね、もう健康、寿命が長くなっているのであれば、ここと、ここが、同時に働くような形でお仕事をしていく、取り組むんじゃないかなという気がします。でもね、ここに体重、マイペースあるので、基本やっぱり自分のペースが重要。自分のペースを保てるようなお仕事。だからあまり組織には属しにくい。組織に属したとしても自由度がかなりあるというようなところであるといい。有言実行でできている自分っていい。でも有言実行でを掲げたけどできていない自分ってモヤモヤするとかね。で、3期の3学っていう要素も入っているので、任せとけよ、いいよ、やるよ、手を挙げますよ。でも実は、どちらかと大雑把。この猿だけ見れば器用さもあるんだけども、まとめ方としては実は大雑把で。で、このお猿さんが強く出ると、指示待ち人間というようなことにもなってくるんだね。はい。というようなことも、だから教えて、教えてというような感じにもなってくる。だから、手を振り役でバーンってやるけども、実はでもその中でも細かく教えてほしい自分もね、あったりもするんですよ。はい。で、もし、すると、これからの可能性としては、太陽と海洋も持ち合わせてるかもしれない。面白いか面白くないかが全て。趣味が仕事、仕事が趣味になるような人。もう一つ海洋が入るならば、いい意味で物事を疑ってみている。もっといいやり方、もっと違うやり方、変化、改革が嬉しいタイプとかということが、もしかするとご自身の可能性としてあるのかなというような気がしないでもないですけど。はい。ぜひ、これ見ていただいたら、ご感想ください。はい。ということで、無料紐解き第14弾は、ファイティング高飛さん。もう常に何かと戦ってるってことですね。いう感じで。はい、お届けいたしました。はい、次回第15弾。一応ね、無料紐解き第15弾まででね。はい、今回締め切っていますが、また別のタイミングでね、無料紐解きの方もしていきたいなと思いますが、はい、この後はおそらく食事をとって少し休んでから15人目、タマピさん、お待たせしましたね。こちらを取っていきたいなというふうに思いますので、次回の配信投稿もお楽しみに。ありがとうございました。